こんにちは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。明日が6月の非番切り替えになるので、明日明後日が、今日主人と2人で恵方参りに行ってきました。6月は恵方参りにの大チャンス、願いが叶いやすいんですよ。今年の神様は、今年の恵方の神様は北になりますが、私は、これで 3年目の恵方参りをしています。西の神様、南の神様、北の神様、恵方参りをその期間し続けて感じたことがあります。まず一つは、願いは聞き届けられるっていうことです。ちょっとコツをつかめば、神様は私の声を聞いてくれているんです。それはちょっとした感動がありました。小さな神社で誰もいない、お手水舎の水も汚れているような神社でしたけど、そこで私が願い事をした、願いが歳徳神様、神様に届いて叶えられるということは、宇宙は私の存在を認めているし、私は宇宙から愛されているっていう証明だと思うんです。それに気づいた時に感動した体験があります。皆さんも願い事が叶っていたら、ぜひ私は宇宙から愛されているんだって思ってほしいです。それからもう一つ、恵方の神様はチャンスの神様と言われています。つまり、願い事をした時からあなたにたくさんチャンスがやってくる。そのチャンスをしっかり見極めて受け取り、そして実行するっていうことを忘れないでほしいっていうことなんです。例えば、留学したいっていうお願いをしたとしますよね。そうすると、すぐに留学するチケット、飛行機のチケットが目の前に現れたり、留学先の学校の申し込み書が目の前に現れたりっていうことではないと思うんです。チャンスの神様なので、留学するためのちょっとした情報が入ってくる。例えば、お友達から誘われて、なんか英語の、お茶会、英会話スクールのお茶会があるけど行かないとか言われて、その時に願い事をしていたら、あ、これはチャンスかもしれないって感じ取り行ったとします。そしてそこで出会った人から留学の情報をもらって、結局それがきっかけで行けるようになったとか、そういうことが起きます。その願いをした時に、自分にチャンスが巡ってくるかもしれないっていう意識がすごくその時大事ですよね。英会話スクールのお茶会あんまり興味ないしって思って断る。そうするとチャンスが一つ途絶えます。そんな風に恵方の神様にお願いして、あとは、なんていうのかな、寝て待つではなくて、自分からこれはチャンスなんじゃないか、こっちもチャンスなんじゃないかってアンテナを立てていく暮らしをするっていうことですよね。そうやって願いが叶っていくんだなっていうことが分かってきたんです。ですので、恵方の神様にお参りしたからってあなたの努力がいらないっていうことではなく、努力の仕方が分かるっていうことだと思います。そんな恵方参りのやり方もお伝えしている初級講座、あさって火曜日の午前中、水曜日の午後に行います。お席はまだ空いておりますので、チャンスと思った方はぜひお申し込みください。
私の Facebook メッセージや YouTube のコメント欄にご連絡くだされば結構です。それでは今日はこの辺でごきげんよう。